皆さんこんにちは。今日も京都手アブノマ管理やっていきますよ。お、だんだんアブノマ管理職員の方にハマってきたな。じゃあ俺の管理もしてくれよ、バブー。わかりました。こいつの最適作業は抑圧ですね。さてアブノマ選択の時間だぞ。これが私の呪いであっても私はこの呪いを祝福として愛するだろう。もう説明文からして怪しい匂いプンプンするぞ。いや私呪霊なので似た者同士です。嘘つけ。さて21日目ですがフロアはどうなってるんでしょう。ひどく小ざっぱりしてる。いやなんか一気にフロア3つくらい出てきたんだけど。てかこの下のやつが中央ならもっと下あるじゃないですか。そうよ、まだまだあるから頑張ってね。チームがめっちゃ増えてきたので新たに悟りと小石を職員として追加します。ようやく私たちにも出番が来たようね。やっこ小石だよ。さて今回のアブノーマリティはどんなやつかな。キノキノも遊ばない。なにこれ、なんかすっごい見た目キモいキノコと、それと裏腹にめっちゃかっこいいやついるんですけど。めっちゃ見た目かっこいい。こいつなんか依頼できるみたいよ。依頼したらマダンで狙撃してくれるわ。じゃあその日に狙撃。待って、許して。狙撃オーレス。ひとまずキノコには本能、かっこいいマダンの人は抑圧でいきます。あれ、今回はウプ主さんじゃないんですね。ウプ主は単純にステータス雑魚すぎて役に立たなくなってきたので小雲の餌にします。ウプ主の扱いが先すぎない。って待って、やばいやばい、絶対本能じゃなかった。しかもこの感じ作業結果最低よ。あかん、これじゃ死ぬ。でも別に作業結果悪いでは何も起きないな。まあそれもこいつのプリフォトカウンター次第だけど、何するやつなのかしら。まあちょっと見てみますか。ん？何これ。再開作業するごとに洞察作業しない場合プリフォトカウンターが減少した。なんかめんどくさい条件じゃないですかこいつも。もう少し作業してみますか。ってことで作業したので2つ目もオープン。意味不明。え、何これ、キノコの作業させたら他のアブノまで胞子を飛ばさないといけないの。なんかこいつ明らかに管理がめんどくさそうなんだけど。あと作業結果悪い場合確定でプリフォトカウンター下がるからさっきのデイチ下がってるわ。てかここからまだ管理方法の説明あるの。クリフォトカウンターが例になると自分の収容室に職員を引き込み始めた。キノコ死亡時に発生する胞子も精神汚染を起こして汚染されるとこれまた収容室に引き込まれるらしいよ。いやこいつ管理めんどくさ。わかんないけど今までのやつとは比べ物になんないくらいだるいじゃない。お姉様がメンブレして病んじゃってる時の対応くらいめんどくさいね。そんなにめんどくさかったの。まあ悟り心読めるから本心バレるしね。よしよし悟りは悪くない悪くない。こいつめんどくせえ。ごめんね、私めんどくさいからどっか行くね。わあ本当にめんどくせえな、どっか行くな。どうしたん、話聞こか。その分ウプ主の管理は楽でいいよね。変なことしたら殺せばいいから。殺せばいいから。でもひとまず作業内容は洞察でいいっぽいですね。あとは連続でキノコの作業させちゃダメってところね。管理方法分かっても結局めんどくせえなこいつは。ちょっと待って、え、なんか作業の状況やばくない。確かになんかめっちゃ悪いけど大丈夫そう。キノキノも遊ばない。これやばくね。なんかレールにこびりついてる。海は遊ばない、海は遊ばない。いや海は誰だよ、お前はレイムだよ。なんとかして正気に戻らせないとタップすれば治るらしいですよ。いや放置したらヤバいんだよ、正気に戻れ。は、私は何を。どうやら正気に戻ったようね。いやこいつヤバすぎんだろ。起こしてくることもだるすぎるんだけど。どうしよう、なんか無性にキノコ勇者やりたくなってきた。なんかこいつもキノコ任務に汚染されてる。いやこいつキノコ伝説の回し者かよ。てかなんか上にもまだ汚染されてる人いるんですけど。三ツ橋も遊ばない、三ツ橋も遊ばない。いやだからお前は昨夜って名前だろ。誰だよ三ツ橋って。てか普通の職員も汚染されてるんだけど。いや汚染される職員の数と範囲多すぎない。キノコ勇者。あと汚染された人がとにかくやかましすぎる。ってことでこのキノコは小さな王子、別名巨大なキノコよ。リスクレベルは合うね。まあ管理方法は見たから言う必要なしね。とにかくこいつは管理がめちゃくちゃめんどくさくてややこしいわ。ワウの中でもかなり嫌われてる厄介なアブノーマリティよ。まあこんなの誰が好きなんて、管理方法と見た目してるしな。それとは打って変わってこっちはマダンのシャッシュ。リスクレベルは低いよ。こいつの管理方法は単純で作業結果数悪い場合に確率でカウンターが減少。あとは正義ランクが3未満だとカウンターが1減少するわ。カウンターが0になるとフロアのランダムなところにマダンが射出されるわ。ちなみに威力はめっちゃ高くてオフィサーは即死。ランクが高い職員でもレッド耐性ないと死ぬくらい強いわ。ヤバすぎるけどこいつは管理が楽だからいいですね。この横の外圧キノコとは違って。キノコ勇者。あとまず見た目が全然マダンさんの方がかっこいいもん。この車種の過去も結構ビターで愛着が湧くわよ。え、知りたい知りたい。アブノマの細かい由来や過去が知りたかったらみんなもやろう。ロボトミーコーポレーション。あっせんかよ。ひとまず霊夢さんは奉仕まみれでダメなので私が抑圧作業をしておきます。こいつさっさと装備取って放置したいな。でもクリフォと暴走は放置したら奉仕ばらまくからねこいつ。放置してキノコ撃ち。撃ち殺すぞゴミベラ。こいつこのシリーズ一夜かましいんですけど、ひとまず作業結果良いで終わったので安心ですね。小さな王子の装備はまだまだ先が長そうだね。は、こいつクリフォとカウンター2なのかよしくな。え、何なんか落としてるんだけど。またクリエだ、またクリエだ。もうええってよ、もう殺すぞ。作業結果良いだったのに本詞ぶちまけたんだけど、多分3回ごとに洞察作業してなかったっぽい。何やってんだてめえ。海は遊ばない、
ミツハシも遊ばない、キノキノも遊ばない。いや、取り締まりされる、エリアが汚染されてるんだけど、ひとまずマリサを起こさないと。いや、待って、職員が部屋に入ったわよ。どうやら霊夢管理方法を読み違えたようね。オフィサー一人でも部屋に入れたら汚染した全員が一発でパニックを起こすわよ。マリサ、はい、ってことでもう一回やり直してください。よし、消えろ、お前ここの部屋開けようとすんな。でかいマジンクの命名してる最中なんだよ。状況がバタバタすぎるんだけど。前にも遊ばない。だからお前の名前はフラン、マユミじゃないから。どうやってダウンロードするの。いや、もうめんどくせえ。まだ3人くらい汚染されてる人残ってるな。あのキノコ絶対クリフォトカウンターゼロにしちゃいけないわね。ってことで、かれこれこの日を30分くらいずっと作業して、これから夕暮れの試練をクリアという条件を満たしに行きます。ちなみに今回引いた夕暮れの試練は緑ね。白昼のあいつらもだいぶ強かったのに、夕暮れになったらどうなるんだ。とにかく1回全員を一番安全とされてる安全チーム左上のエレベーターに待機させます。こんな狭いところにみんないてルールだ。そして1回作業させたら始まるはずです。届かねばならぬ場所、夕暮れの試練緑が始まったわね。夕暮れの試練緑はワウのサモナーが4体設置されるから、そいつらをぶっ倒せばクリアよ。まあでも耐久硬いのと白昼で苦戦したノコギリロボもいるから気をつけてね。うわぁ、これかサモナー。ひとまず4つありますが、まずは一番近い情報チーム左廊下のサモナーから順に破壊していきましょう。うわぁ、めちゃめちゃ生まれてる。一気にノコギリロボ2体と人型ロボ1体出すのやばいな。ひとまず耐久心配いらなそうなステータスと耐性が高い職員たちだけをサモナーに突っ込ませます。ちょっと、アスカ文化アタック。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。よし、まずはノコギリロボたちを倒したわね。あとは出てくる前に殴ればいいだけじゃー。あ、ちなみにその緑のゲージが溜まったらスポーンしてくるわよ。俺もうね、逃げる。逃げるんだ、勝てるわけがないよ。逃げるな、ひきょうもらー。ってあれ、まさかこいつしか出てないの。え、じゃあ余裕じゃね。お前を殺す。殺す、こいつは殺さないとダメだ。よし、まず1体撃破ですね。残りのサモナーも頑張って破壊していくわよ。ここで残念なお知らせです。え、何？録画をミスってこの夕暮れの試練ここまでしか映ってませんでした。何やってんだー。ってことで無事クリアおめでとう。一人も死傷者出さずにできたなんて偉い。いや、残念ながら一人死傷者が出てしまいました。え、いや、ここに表示されてないからいないでしょう。ってことで今回はここまで。だんだん後半フロアになるにつれてヤバさが増してるな。私たち職員も強い装備手に入れないとインフレに追いつけないわよ。みんな高評価とチャンネル登録よろしくね。コメントも待ってるからしてくれると嬉しいわ。それではご視聴ありがとうございました。